ムネシーです。チャンナツです。アイミーです。イッピーグチです。オリータです。はい、というわけで今回は5人久しぶりに揃いましたけれども、ここでおすすめカードを紹介していこうと思います。イエーイ。いよいよ4月にですね、発売されます GGM 部よりね、ポケモン GX 以外のカードのうち、それぞれがおすすめできるカードをね、3枚ずつ順番に紹介していこうと思います。続けて、俺たちのおすすめベスト3! なんか、もうちょっとかっこいいのを想像してたし。はい、もういいよ。行こう、行こう、行こう。はい、はい。というわけで今回ですね、おすすめを紹介していこうと思います。まずは、チャンナツから。あ、はい。はい。一つ目、はい、フワライド。おお、はい、私ずっと言いたかったんですけど、後ろ見てくださいよ。はい。後ろにいません、なんか。おお、あれ、なんかいる。これは、ナイチューたちがいますね。そう。これ、普通に後ろ入りたい。後ろにナイチュー来てくれたら超嬉しい。確かにね、キレシャにいますね。そう、かわいい。それで二つ目、ガルーラ。おガルーラ。はい。また。あ、これも確かに。後ろ見てくださいよ。はい、いますね、ライチュウとアロライチュウが。ほんとだ。いや、それをずっと言いたかったんですよ。ね、ライチュウたちが可愛いなと思って。はい。まあ、実際イラストだけじゃなくて、はい、書いてあることもね、タッグチームが強くなったりする感じなんで、はい、結構いいですよね。はい。はい、そして3つ目、うん、タッグスイッチです。お、これはガチですね。はい、そうですね、はい。効果はエネルギーを入れ替えられるです。はい。付け替えられるね。はい。2個動かせるんでね、タッグチームデッキに非常に有効だね。はい。結構じゃあタッグチーム GX を使ってみたいって感じなんですか。あ、そうですね。自分で考えて、いろいろ組んでみたいなと。なるほど。はい。続きまして、アイミーどうでしょう。私は、前使ったレシリザに入れたいカードがあって。うん、お巨大なかまど。あ、そうですね、スタジアムですね、新しいスタジアム、はい、これで毎ターン炎エネルギー2枚持ってくることができるので、こう溶接工が手札にあってエネルギーない時とかにすごい役立つかなって。いや、そうですね、これは強いよね。あとはシャンデラ、はい、で、あ、なるほどね。これでポケモンいっぱいトラッシュした分だけダメージが増えるし、種ポケモン以外も一発でベンチに出すことができるので、うん、進化する方のリカードとか出していきたいなって思います。なるほど、炎がね、やっぱりね、好きなんでね。そうですね。3つ目は3つ目が、ガブリアスがすごい興味あります。逆襲のオーラで、最初負けてても、うん、プラス80ダメージが上乗せできるので、ポケモン GX のデッキとか、倒されちゃうと再度すごい取られちゃうんですけど、うん、そういった時に後半巻き返しに使っていきたいなって思います。なるほどね、はい、かなりね、使い勝手がいいかなと思いますね、はい、じゃあ結構炎以外にも手を広げていきたいですね。そうですね、いろんなタイプ使ってみたいです。いいですね、成長感じますね。続きまして、じゃあチカリでいってみよう。1枚目はルカリオ。あー、いいね。ルカリオです。これちょっとチャンスと被るんだけど、これ、はい、絵の後ろに確かにいるね。誰かいる。絵がね、いいなと思って。イラストも確かにいいんだけど、効果もね、強いですよ。タッグチームが受けるダメージがマイナス30。マイナス20。20。マイナス20ですよ。おー。で、2枚目は、はい、タッグチームつながりで、コーチトレーナー。あー。新しいサポートカードですね。これもうイラストもすごいいいし、効果もすごい強いですね。すごいですね。タッグチームがいれば、トータルで4枚引ける。いや、いいですね。4で大きいですもんね。まあ、つまり、はい、タッグチーム俺も組んでみたいなっていう話ですよ。なるほどね。なるほどね。でも俺とっておきは3枚目です。お、何でしょう。リセットスタンプ。すごいね、これ。相手は相手自身の手札を全部山田に戻して切る。その後相手自身のサイドの残り枚数分引くと。つまり相手サイド残り1枚だったら1枚しか取れない。そういうことですよ。そう、もうリセットしちゃう。超強いよね。グッズなのがエグいっす。エグいよ。そうそうそう。じゃあ続いて、ピッピ樋口。ピッピのおすすめカードは東京カの3枚です。おお、このジジェンドといえば、うん、東京カのカードも結構入っていて、そのヒットはね、1枚目、黒火。このカードは自分がね、負けている時ならば高エネルギー1個分少なくね、技を打てるカードです、うんうんうん、結構ね、トータイプのニエネとかで打てるポケモンとか多いので、うん、一気にエネルギー手札からつけて攻撃みたいな、ガビアスとかもそうですよね、今回。そうだね、みたいな動きができるのは非常に強いなと思います、うんうんうん、そしてその黒帯と今回相性がいいのはチャーレム。2枚目チャーレムですね。そう、達人の一撃はね、基本のダメージが60プラス、うん、黒帯はついているとプラス60、要するに120出ると。でしかも2つのエネルギーで打てるから、まあ、自分が負けてる時ならね、実質エネルギー1個で120ダメージが出せるわけです。バニネスタジアムで格闘場道場とかが出てれば、負けてる時はね、プラス40、160出るし、結構ダメージが出るかなっていう感じですね。そして3枚目、うん、シガルデ。
特性で自分の場のね GX も含むなんですけど、彼らのねその打点をプラス20できるので、うん、でしかもこの効果重なるんですよ。だからベンチにこのジガルルがね4匹並んでたらプラス80ですよ。プラス80それすごいよね。そう、ちょっと熱いんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます、うん、なるほど、はい、じゃあ最後にポイント1です、うん、結構もうね出尽くした感はあるんですけれど、まだまだいっぱいありますよ。まずクーパーですよね。なんといってもクーパー、やっぱりずっとウルトラネクロジェックスは強いんで、なんだかんだね、そこに一緒に入っているティラティラもねかなり厄介で、このティラティラに対して対抗できる悪タイプで弱点がつけて強いっていうところでね、クーパーは結構一押しかなと思います。はい、もう一個個人的におすすめなポケモンが2種類ございます。ボルトロスとトルネロスです。はい、これいずれもねレアリティコモンなんで結構手に入れやすいところがね一個ポイントかなと思うんですけれども、2枚をね一緒に使うと結構強いです。まずねボルトロスの方はトルネロスがね出ていればダブル無色エネルギーだけ70ダメージが出ます。雷タイプでねダブル無色エネルギーで70出るとね強い感じがしますね、うん、はい、もう1個トルネロス無色エネルギー3つで使えて相手ポケモンに80ダメージ、さらに相手のベンチポケモン全員に20ダメージです。ボルトロスがいれば働く効果ですけれども、ベンチに仮にねポケモン5匹いる場合は実質エネルギー3個でね180ダメージ分出るわけなので、なかなかコスパがいいかなと、うん、いう感じです。というわけで今回はポケモン GX 以外のねおすすめカードをそれぞれ3枚ずつで紹介していきました。タッグチーム GX 強化だったり強力なカードもあったりと非常に盛りだくさんだと思うんでね、ぜひ GG エンド買ってください、うん、今回は以上です。皆さんまた次回。